浅田豪流と三浦梅園の思想的な立場の違いについて、学者としての、特質と申しましょうか、性格の違いについて申し上げたいと思います。と申しますのは、豪流と梅園はですね、全く正反対の学者でした。豪流は実証家であり観測家、また日食の予言をするなど計算家でもありました。計算に関しては天才だったようです。地軸が20万年に1回ひっくり返るとかですね、こういうことを計算で導き出した人です。しかし梅園はその計算ということがあまり得意ではなかった。積極的に天体の回転などを計算しようとはしていない。何故に天体は回転するのかについて考えた人です。何故に天球は丸いのかとかですね。で、そこは梅園学会法の20号あたりだったと思いますけれども、近藤仁という論文の執筆者の名前、現在藤尾仁、北海道旭川大学の、もう教授は辞められたと思いますけど、元副学長ということでしたが、その方の論文の中に「ヒストリアン豪流と「フィロソファー梅園」という鮮やかな対比が書かれています。これはぜひともお読みいただきたいんですけど、論文としては誠に模範的な論文です。そして、豪流はヒストリアンであった、記録する人であった、そして計算する人であった、予測する人であった。梅園はそういう点でフィロソファーであった、考える人であった。そこで、この2つなんですけども、こちらが言語の用語では大仏と言います。天文規模の、こちら見ましょうか。これ地球と見てですね、天文規模の大きさの存在を大仏、大きなものと言います。これは植物ですね。ですから地表の小さな生き物ですから小仏と言います。動物も小仏ですし、鉱物なども小仏に入ります。これはおそらくここは地球ですね。そして海があって、大気があって、地球の環境圏がおおむねこの辺だろうと。そしてこの外は、外宇宙になると。しかしこういうものを全部取ってしまったら、もう点と中心の一点とその外、どこを中心にするかは任意です。月を中心にしてもいいし、地球を中心にしても良い。ただ、こういう構造がどこにでも成立しますよということです。それで梅園にとっては大仏と小仏は表裏の対です。大小、大小とあったら宇宙規模の存在と地表規模の存在という意味です。それを大小のその2号のペアで示しているわけですから、これを文だけから理解しろというのはちょっと無理でした。そして梅園と豪流がですね、非常に激しく議論したことがあって、論難流し、これは豪流が書いていたのか梅園が書いていたのか、要徹して議論したようです。論難流しとありまして、そして豪流は条理の仕組みを動物の中に見ようとして、そうして、不分けをしたんです。解剖をして、で、なんとか条理の仕組みを見出そうとしたんですが、そうしようと思って解剖すればするほど、いよいよ苦しい、いよいよ苦しく、云々と。もう行き詰まってしまって、料理のことは先生に、お任せ申し候と、手紙でですね、梅園に宛てて書いている。何分にも料理のことは先生にお任せ申し候と、つまり分からんということだったんですね。梅園は
あるはずだということなんです。そして実際、この L システムですね、この L システムを出してみますと、こういう生物のこのシステムですね、こういうのも基本バイナリーであるということが、まあ、今では分かっているんですけど、これコンピューターで生成するからこう分かるんです。でこれを動物でやれと言ったら、多分 L システムではできるのかどうなのか。植物モデルはこれでできますね。これを3次元化することもできるわけです。今日に至ってこれ分かるわけで、バイナリーですよね。そして、これもバイナリーなんです。縦一本の直線がある。それに対して横のこの円がある。で2次元のものに対して3次元のものがある。で実体のないっていうか、あの非物質の時空間に対して物質物体の天体天文現象があるというのはバイナリーだと場合は考えて、それが一貫して存在しているはずだから、こういうものにも、まあ、特に植物とか昆虫とか分かりやすいんですよ。しかしじゃあ動物の内臓とか海洋生物の、まあ、いろいろ言いますね、ナマコとかイソギンチャクとか、そういうものの中にも細部に至るまで条理があるのかとなるとですね、これ一つ一つ証明するのはまず無理ですね。だからあのバイエンは酸は限りなしと、変化尽くすべからずというふうに書いています。でそれでいいんです。まあここで申し上げたいのは、バイエンはこの2つ、ここにも条理があり、ここにも条理があり、この2つも条理の大小の対があるので、植物には条理があると。これ見やすいんですよ、植物は。動物は見づらいんですよ、非常に分かりづらい。動物の中でも哺乳類とかは分かりづらいです。飛ぶものと飛ばないものとかいう区別はできますけど、内臓の中になると難しいです。それをまあ合流に、確かめてくれと頼んだんじゃないでしょうかね。合流は一生懸命やってくると分からんと言ったんです。これがあのフィロソファー三浦バイエンとヒストリアン浅田合流の違いでした。今見てもね、しかし基本やっぱりバイナリーである。バイナリーといっても表と裏のように同時に見えることは決してない、そういう性格を持ったバイナリーで、論理的にはこれはあのストローク関数否定論理積で記述できるということです。まあ、そういうことが分かるのがこれですね。構造はシンプル、根源の構造はシンプルですね。そしてあの素粒子の粒子性と波動性に至るまでやっぱりバイナリー2つに分かれる、ツインであるというのが宇宙の根源の仕組みだと考えていいのではないかと思います。つまり、創造の神がある時間的な一点から宇宙を作ったのではなくて、最初から2つある。周易の陰陽対極図、陰陽図、陰陽対極図。それから日本の神話で言えばイザナギ、イザナギの男女の神から世界が生まれた。最初からあのペアであるという考え方と、まあ、2つあるということで、一方はまあ東洋的な考え方、一方は西欧的な一神教的な考え方であると言ってよいように思います。ではこれで終わります。